座席自体はエコノミークラスと同様。写真はアメリカン航空ボーイング737 m a x のエコノミークラスベーシックエコノミー機内ベーシックエコノミーとは航空会社の座席等級の一つ。ファーストクラスの対局にありサービス水準はエコノミークラスよりさらに下で座席等級のうち最下位にあたる。アメリカ合衆国の大手航空会社が 超格安航空会社に対抗して売り出したのが講師。ハード面はエコノミークラスと同じだが、サービス面での制約が多く、旅程の変更や取り消しはできない。座席を選ぶ際には、別途費用がかかり、登場、後期とも最後になる。2018年11月現在、アメリカ合衆国航空大手のうち、サウスウエスト航空以外はベーシックエコノミーを採用している。 デルタ航空エアバス A220 エコノミークラスベーシックエコノミー機内はじめに導入したのはデルタ航空で2012年より一部の路線で試験的に展開した。2016年の第一四半期に2000万ドルの増収があった。これを受けて運用路線の拡大を検討中で2018年4月より北大西洋線にも導入した。 2019年4月現在、機内持ち込みの手回り品は無料だが、座席の指定はできず、航空券の変更、払い戻し、上位クラスへの変更等も、マイレージ会員のステータス移管に関わらずできない。手荷物を預ける場合、国内線の場合は1日目が25ドル。国際線の場合、ベーシックエコノミーでも預かり手荷物を無料とする。 航空会社が多い中、デルタでは60ドル徴収する。座席は、登場手続き時に任意に割り当てられる。2017年10月のある幹部の話によると、会社としては、ベーシックエコノミーを取り立てて推しているわけではない。実際の導入目的は、超格安航空会社に既存客が一掃して、しまうのを防ぐのと、潜在的な顧客をひとまず低価格で引き付け、全時 座席指定料金などの追加料金で単価を上げていくことに狙いがある。ユナイテッド航空は2016年11月にベーシックエコノミー導入計画を発表し、2017年初頭に導入に踏み切った。ユナイテッドの場合、機内収納スペースは使えず、マイルを貯めることもできない。スキフトのグラントマーチンによると、ユナイテッドが大手3社中で、 最も広範かつ積極的にベーシックエコノミーを展開している。2017年11月には、競合他社がユナイテッドのベーシックエコノミーに価格をすり合わせた上で、通常のエコノミークラスを売り出してきたのが、あだとなり、減収となった。これを受け、同社ではベーシックエコノミーの縮小を計画した。一点 2018年1月にはベーシックエコノミーの拡大を表明し、同年年6月に北大西洋線にベーシックエコノミーを導入した。上述の通り、機内収納スペースは利用できず、前の座席の元に収まる大きさの手回り品のみ持ち込める。ただし、北大西洋線はこの限りではない。発見後の取り消しや変更は不可。 機内収納スペースを利用する場合は25ドル必要だが、マイレージプラス上級会員の場合は無料で利用できる。獲得できるマイル数は通常の半分。出航の48時間前までに座席指定をする場合は有料。2018年10月、ユナイテッド幹部のアンドリューノチェラは当面機内持ち込みで荷物の制限を緩和する。 考えはないとの談話を発表した。アメリカン航空では、デルタ・ユナイテッドに遅れること2017年2月に、試験的に10路線で、ベーシックエコノミーを導入した。開始当初は、機内収納スペースは利用できなかった。上級マイレージ会員の場合は、この限りでなく、無料で手荷物を預けることができた。来た。 大西洋船への展開は2018年4月で手荷物は持ち込み可能追加料金で座席の指定もできた収入が伸び悩んでいたことから2018年9月以降国内線でも手荷物持ち込みができるよう約款を改めた上述の通り機内持ち込みで荷物は無料で出港前48時間前まで追加料金で 座席指定が可能。加算されるマイルは通常の半分。上位クラスへの変更及び航空券の変更は不可。国際便では座席の選択と予定の変更は追加料金で可能。アラスカ航空は2018年4月にセーバーフェアスと名打ってベーシックエコノミーの導入を発表し、翌1月より運用を開始した。 2019年4月現在、手荷物の機内持ち込み、座席指定は無料だが、指定できる座席は、機体広報に限られる。発見24時間以降の変更及び取り消しは不可。2018年10月、Z ブルーエアウェイズの社長ジョアンナ・ジェラティは、2019年末を目途に競合路線で、ベーシックエコノミーを導入する考えがあると、表明した。 機内持ち込みに関しては今のところ無料で検討中という。2018年12月ハワイアンエラインズではベーシックエコノミーを2019年末を目途に展開する予定。座席指定や発見後の変更は効かず登場も最後となるが手荷物の機内持ち込みは可能になるという。必ずしもベーシックエコノミーそのものを売りたいわけではなく低価格で顧客を引き付け 追加料金で単価を上げていくのが目的と見られている。ブルームバーグニュースのジャスティン・バッハマンは否定的見解を示しており、ベーシックエコノミーが導入された路線では結果的に運賃が割高になると分析する。導入路線ではエコノミークラスの料金をかさ上げすることができ、それでもサービス水準を考慮するとエコノミークラスがお手頃。 価格に見えてしまうという同志は詐欺まがいの戦略だと、酷評している。情報公開法に基づき、米国運輸省は、ベーシックエコノミーの本格運用が始まった2017年5月から9月にかけて寄せられた50ページにも及ぶ苦情の数々を公表した。コンデナストトラベラーのバーバラ・ピーターソンは、手荷物に関する制限が周知されていなかったことや、 そもそもオンラインでの航空券購入時にベーシックエコノミーであることが明示されておらず、エコノミークラスと誤認して購入したことに起因する苦情があった。コンシューマーリポーツのウィリアム・ J ・マギーはやや肯定的に捉えている。エコノミークラスとベーシックエコノミーの間にはかなりの隔たりがあり、両者の違いをよく理解せずにベーシックエコノミーを購入すると、 確かにもろもろの追加料金込みでは結局、エコノミークラスより割高になってしまう。それでも超格安航空会社に比べて、大手の強みである豊富な路線展開、新しめの機材、定時性といった要素を勘案すると、一向の価値はあるのではないかと述べている。本来ベーシックエコノミーは、超格安航空会社への対抗策として打ち出されたものと見られてきたが、 現実のところ単に単価を上げるための経営戦略に過ぎないのではないかと航空ライターのセスミラーはランウェイガールネットワーク市場で語る。実際、超格安航空会社と競合していない路線にまでベーシックエコノミーが導入されていることを挙げ追加料金を支払い結局エコノミークラスと同等のサービス水準になるにもかかわらず総額では ベーシックエコノミー追加料金の方がエコノミークラスよりも割高になり、それが航空会社の収入増につながっているのではないかと見ている。ありがとうございます。